緊急質問を行います。27年ぶりにこういう形で緊急質問が実現できたことに対し、ご提案いただいた新党改革荒井博之幹事長をはじめ関係議員の皆様に冒頭感謝の意を表します。前国会で我が党が自由民主党と共同提出した問責決議案の理由に示しているとおり、東日本大震災からの復興の遅れ、原発事故対応に象徴される危機管理能力の欠如、外交安全保障政策の迷走、マニフェスト総崩れなど、野田内閣に政権担当能力が著しく欠如していることは明らかです。このような野田内閣民主党に、これ以上政権を担当させることは、国民生活にさらなる劣化をもたらすことを多くの国民も認めています。結果的に公明党は、本会議に上提された問責決議案の提案理由に納得できない点があり、その採決には参加しませんでしたが、野田内閣が問責に値するという認識は、すべての野党会派と共有していることをまず申し上げて質問に入ります。総理、あなたは国権の最高機関である国会の一員、参議院から問責を受けたことに対し、昨日、平田参議院議長宛てに深く肝に銘じ、重く受け止めている、反省すべくは反省するとの回答を寄せられました。何をどのように深く肝に銘じ重く受け止めたのか、何を反省し何を改め、これからどう行動されようとしているのか、今まで問責決議を受けた福田総理、麻生総理は次の国会でこの場に登壇されませんでした。他の閣僚も同様です。結果としてすべて行動で参議院の意思に対応されました。重要なのは単なる薄っぺらな言葉の繰り返しではなく行動です。この場で全参議院議員に対し誠実に具体的に説明すべきではないですか。にもかかわらずその責任さえ果たさず国会を召集しました。それ自体、参議院形式も甚だしい、円満な審議ができる環境を整えようともせずに、開会を強行した結果、当然のことながら、参議院での所信表明を拒否させるという、前代未聞の失態、憲政史上の汚点を招きました。そんな大失態を、自ら恥じる心さえ、失われたのですか。その誠実な対応が、結果として、党首会談で野田総理が解散に向けた条件の整備として協力を要請した公債特例法の成立、衆院の一票の格差の是正、社会保障国民会議早期設置を遅らせることになるのではありませんか。そもそも総理、それらの課題の解決を先延ばししてきたのは、むしろ政府与党ではありませんか。にもかかわらず、その責任をさらに野党に押し付けようとされる、こうした懸案でさえ、政権の延命のために利用としているとしか思いません。日本国憲法第66条第3項で、内閣は行政権の行使について、国会全体に対し連帯して責任を負うとされた内閣の長たる総理大臣の厳粛な責任をどう認識されているのですか。国政に対する責任よりも党内事情を優先し、政権の延命に救急とする、それこそが総理問責の理由であることにまだ気づかれないのですか。その一方で、厳しい局面にある経済状況を顧みず、本格的な補正予算の編成を先送りしました。臨時国会召集前のどさくさの中で、小手先だけの予備費活用の決定でごまかした。これが緊急事態に対処する責任を持つ政府がやるべきことですか。本来、与野党の信頼を回復させ、堂々と補正予算を編成すべきだったのではないですか。予備費による経済対策がはらむ大きな矛盾を指摘いたします。国費4000億円のうち、東日本大震災復興特別会計予備費1200億円は復興債が財源に充てられますが、残り2800億円はすべて一般会計、つまり特例公債が財源です。しかし、
このうち2100億円以上が河川、港湾、道路をはじめとする公債発行対象経費なのです。補正予算が編成されれば、これらについては建設国債が発行でき、特例公債の発行を回避できたはずです。また、家庭用燃料電池や次世代型省エネ設備補助の計400億円は、本来エネルギー特別会計で行ってきた事業であり、これも補正予算が編成できれば、特例公債の発行を回避できるものです。野田政権は、公債特例法の成立の遅れを理由に、執行を抑制しておきながら、姑息にも補正予算の回避を行ったために、発行しなくて済んだ赤字国債の対象を2500億円以上も増やし、11月末までに政府の財源が枯渇する事態を逆に早めている。体が弱っている人に効かないカンフル注射を打ちながら一方で首を絞めている。それが予備費を活用した野田内閣経済対策の実態ではないですか。さらに問題なのは地方財政の問題です。今回の予備費の経済対策、国費4000億円に対し地方負担が1700億円とされています。一方で野田政権は11月分の約4兆円の地方交付税の配分も見送っています。今般の経済対策の地方負担に見合った分は全額地方債を充当させるとしていますが、ただでさえ借入金負担の増える地方の財政にどう責任を持つのか、総理の見解を求めます。先月30日、平成25年度予算編成に関する政府与党の初会合が開催され、例年より1ヶ月早く、11月中旬に基本方針をまとめることにしたとされています。しかし、年度を通じて執行の責任を負えない来年度予算の編成に着手することは、もはや政権の延命、時間稼ぎと断じざるを得ません。そもそも平成21年9月に民主党政権が発足した際、約3兆円という大幅な予算の執行停止を行いました。その結果、リーマンショックから立ち直りつつあった我が国経済の腰折りを招いたことをお忘れされたのですか。来る衆議院選挙で民主党政権は終わりを告げるのは誰の目から見ても明らかです。日本経済が予断を許さない状況にある中、予算の組み直しなどの事態を迎えれば、経済好転どころか、さらに厳しい事態となることが予想されます。衆議院の代表質問に対し、野田総理は、さも経済対策が解散を行う前の条件のように答弁されましたが、速やかに国民に信を問い、新政権で平成25年度予算編成、税制改正を行うことこそが、我が国の最も必要な経済対策であります。さらに1月や2月に総選挙を先送りした場合、年末に閣議決定された予算案を新政権は次期通常国会でどう扱えというのですか。予算政府原案の廃案、年度内予算成立は絶望的という事態を招きかねないことに対し、野田総理はどのような責任を取ろうとされているのか、見解を伺いたい。原子力規制委員会の同意人事について、昨日、与野党の対立が激しさを増しているので、この臨時国会でも見送るとの報道がなされました。しかし、本来、全通常国会で行うべき同意人事を、党内分裂を恐れ、いたずらに政局と結びつけたのは、与党民主党自身ではないですか。この臨時国会で承認手続きを求めるのですか。それとも、自ら収束宣言を昨年12月に行っておきながら、例外規定を悪用し、緊急時が続いているとして、承認先送りをするのですか。明確にお答えください。野田総理、あなたは衆議院の本会議場で、明日への責任と20回も繰り返されたようですね。しかし、明日への責任と言われるなら、レームダック、死にたいとなっている政権に終止符を打ち、速やかに信を問うことこそ、あなたの明日への責任だと申し上げたい。合わせて、本日実現した緊急質問については、本来、委員会質疑を
活用すべきことが参議院の先例であることから、本日の審議を深めるためにも予算委員会を早急に開催すべきことを与野党の皆様に訴えし、私の質問といたします。内閣総理大臣、野田佳彦君。公明党の浜田議員のご質問にお答えをしてまいります。最初に参議院問責の受け止めと今後の行動についてのお尋ねがございました。参議院において問責決議が可決されたことにつきましては、深く肝に銘じ重く受け止めております。反省すべきはしっかりと反省し、国政の諸課題に取り組んでまいりますので、参議院におけるご審議をお願いを申し上げます。平田参議院議長に表明した私の気持ちは真摯に心から申し上げたものであります。まさに一員の医師として問責を受けましたことを深く肝に銘じ重く受け止め反省をしております。今後はこのような問責をいただかないように誠心誠意職務に努めてまいる所存です。本日は緊急質問という形でご審議をいただき、この演壇に立たせていただいておりますが、引き続き喫緊の課題につきましてご審議を賜りたいと存じます。浜田議員から行動こそ重要であるとおっしゃっていただきました。内閣総理大臣として今後の行動におきまして無視の気持ちに徹し、職務精霊に努めてまいる決意を改めて表明をいたします。次に所信への参議院の対応についてのご質問がございました。国会の召集にあたりましては、その円滑なる開会を目指し10月19日に三党党首会談を開催をし、また引き続き22日以降も会談を受け入れていただいた各政党とも党首会談を開催をし、8月8日の党首会談における私の発言、臨時国会の意義などについてご説明をさせていただいたところであります。被災地の復興と福島の再生、あるいは特例公債法案や違憲状態の一票の格差の問題、3党で国民に約束をした国民会議設置の問題など、今回の臨時国会の意義につきまして私の説明に至らぬところがあったとすれば不徳の致すところであります。問責をいただいたことを含め、私に対するご批判は真摯に受け止めさせていただきます。本日は緊急質問という形でご審議をいただき、この演壇に立たせていただいておりますが、どうか引き続き喫緊の課題につきましてご審議をいただきますように改めてお願いを申し上げます。次に内閣総理大臣の責任についてのお尋ねがございました。特例公債法案、一票の格差是正、定数削減の問題、3党で国民に約束した社会保障国民会議については本来政局と絡めることなく、いずれも速やかに処理しなければならない案件と考えております。私は野党に対して責任を押し付けようという考えは持っておりません。行政府と立法府が協力して今解決しなければならないこれらの喫緊の課題に対処するべきことを申し上げているにすぎません。また参議院において問責決議が可決されたことは先ほど来何度も申し上げてまいりましたが、深く肝に銘じ重く受け止めております。政権の延命に救急ともいたしておりません。次の政権の先送りもまた決められない政治を繰り返すことであり、決めるべきことは今決めることをお願いをしているのみであります。次に予備費の使用と補正予算についてのお尋ねがございました。我が国経済の再生に向けて切れ目のない政策対応を行うことは喫緊の課題であり、議員ご指摘の予備費はこうした状況を踏まえた経済対策の第一弾として執行抑制を行っている中でも支出が必要な緊要性の高い施策についてその使用を閣議決定したものであり、政府としてはこれに引き続き遅くとも今月中を目途に経済対策を決定することとしております。補正予算においては議員ご指摘のように建設国債の発行やエネルギー特化への活用といった対応も可能ですが、補正予算については
特例公債法案の審議状況や経済対策の内容を踏まえた上で、その時期や内容等について検討することとしており、その実現のため、ぜひとも御党にもお知恵をお借りしたいと考えております。次に、地方財政の責任についてのお尋ねがございました。本年度の11月分の地方交付税については、暫定的な対応として、当面交付を見合わせることとしていますが、特例公債法案の規数を踏まえつつ対応することを考えております。また、今回の一般会計の経済危機対応、地域活性化予備費等の使用にあたっては、地方団体において円滑に事業が実施できるよう、地方負担額の全額について、地方債を発行できることとした上で、その元利償還金に対し、地方交付税により財政措置を講じることとしています。地方財政については、極めて厳しい状況が続く中にあって、必要な地方交付税総額を適切に確保するとともに、地方が安定的な財政運営を行えるよう、一般財源総額を適切に確保してまいります。次に、平成25年度予算編成についてのお尋ねがございました。予算編成については、内閣の責任として、年間のそれぞれの然るべき時期に、必要な手順と準備を進めることが必要であり、これは過去のどの政権内閣においても同じであります。総選挙の時期については、これまで申し上げてきたとおり、環境整備した上で、条件が整えば、きちっと自分の判断をしていきたいと考えております。次に、原子力規制委員会委員の国会同意人事についてのお尋ねがございました。政府としては、先の通常国会にて、原子力規制委員会の人事案について閣議決定し、両議員の同意を求めましたが、通常国会においては同意を得ることができなかったため、法の規定に基づき、閉会中の9月19日に、委員長及び委員を任命し、原子力規制委員会が発足をいたしました。国会の閉会により、同意を得ることができず、閉会中に内閣総理大臣が任命した場合について、法の規定については、任命後最初の国会において、両議員の事後の承認を得る、あるいは原子力緊急事態宣言がされており、その旨の通知が両議員になされたときにあっては、原子力緊急事態宣言が解除された後、速やかに両議員の承諾を得ることとされています。これは国会同意の重要性を踏まえつつも、原子力緊急事態においては、その重大性に鑑み、原子力規制組織に空白を生じる事態を避けるという観点から置かれている規定であり、この規定に基づき、委員会に原子力規制を的確に実施していただくため、本日、両議員に対し、緊急事態宣言がなされている旨の通知を行ったものであります。最後に、明日への責任についてのお尋ねがございました。私たち政治家、政党は、現在に対してと同時に、将来に対して責任を持たなくては、日本という国の先行きが危ぶまれる、そうした危機感から、今を生きる私たちに、明日の安心をもたらし、未来を生きる者たちに向けた、明日の責任を果たすことを訴えました。政権に対するご批判は受けたまわりますが、経済の危機、国民生活の危機に際しまして、政府への批判だけでは、日本の危機は乗り越えられません。ぜひとも、国会議員として、政党として、責任を共有していただきたく、ご協力をお願いをいたします。民意を問うということについては、近いうちにと、これまで申し上げてきたとおりであります。広野正君。